高所作業車とは、高所で作業を行うために、その機構を有した特殊車両並びに建設機械である。リフト車と呼ぶこともある。作業中の高所作業車、ただのせい、スカイボーイ、キャリアは、イスズエルフ NKR 高所作業車構造規格により、高所作業車は以下の3項目を満たすものと定義されている。など。 メディアを再生する日本の高所作業者構造による分類方法と走行方式による分類方法がある。高所作業者の構造として以下の方式が挙げられる。高所作業者は走行方式によっても以下の2種類に分けられる。足場の組み立てに苦労していたオフィスビルやデパートなどの内装工事に垂直昇降型の自走式高所作業者が導入された。 1987年に登場した屋内工事向け高所作業車には以下の特徴がある。複数の動力源と作業床並行装置。作業員を乗せる高所作業車では動力源の故障が作業員の空中への閉じ込めに直結してしまうため通常第二の動力源を装備している。高所作業車では作業装置の動きに関わらず 作業床を自動的に水平に保つことが求められる。この装置は作業床平行装置またはレベリング装置と呼ばれ、シリンダ式、センサー式、ワイヤー式がある。高所作業車には製造、使用、整備の各段階において作業の安全を守る法令が定められている。作業床の高さが2メートル以上の高所作業車については、 厚生労働大臣が定める企画または安全装置を備えているものでなければ、譲渡、太陽、及び設置が禁じられているは、道路交通法により、車両総重量の区分で準中型自動車、中型自動車、大型自動車となるので、対応した運転免許証が必要となる。これとは別に、高所作業車を操作して行う、高所作業に従事するには、 作業床の高さが10メートル以上伸びる高所作業車を用いて作業する場合、労働安全衛生法61条施行令第20条の15に基づいた運転技能講習を受講し終了する必要がある。作業床の高さが10メートルに満たない機械の場合は特別教育を受講し終了する必要がある。詳細は高所作業車運転車校を参照されたい。 また、行動を走行する車両は自動車の一種であるから、ナンバープレートの取得、自動車損害賠償責任保険の加入が必須である。中型免許型免許代表的なメーカーを列挙する。ありがとうございます。